それでは、あの年金アドバイザーの講座説明会の方を始めたいと思います。担当はレクセンに講師、シャロー氏の大野です。よろしくお願いいたします。二千二十年のね、三月向けのね、検定対策の講座の方をやりますので、まあ講座の内容であり、あと特にどんな試験なのか。 どういう方に向いているのか、まあ、そういうところをね、えー、解説したいなというふうに思っておりますで、まあ、銀行さんのね協、えー、会が実施している検定試験でで口座の設定といたしましては、えー、2級と、えー、3級と、えー、設定していると口座のちょっとリーフをちょっと画面上、えー、出してるんですけど、えー、2級と3級とね、えー まあ一応その2級3級よりもえもうちょっとこう平易なタイプで4級っていうのもあるんですけどえ受験対策の講座をねえやるこう段階というかえ内容としてはえ2級3級がね一番向いてるかなということで。 レックといたしましては2級と3級のね講座の提供をしてますとそういうところです。で大体この種の、えー、ガイダンス講義をやこうやると、まあ、生のガイダンスとかを、まあ、いろいろイベント的にやることもあるんですけども生ガイダンスとかやるとその質問として結構よくいただくのが、えー、2級と3級とどっちにしようかな ということはよく聞かれるんで,す、ね、であの3月の1日の日曜日に試験が行われてその時間帯的に言うと午前と午後と試験が分かれてますので2級と3級と両方受けていただくことはこう可能といえば可能なんですけどその試験の時間帯がですね えまあ2級試験が午後からで,で3級試験の方があの午前中の試験なんですよ。午前と午後でえ分かれてるからこう両方こう当日受けられる方も中にはいらっしゃるんだけどねあのまあ大多数でもどちらか絞られるケースが多いかなとは思います。両方 受けるとなるとこう体力的にしんどいっていうのがまず一つ体力的な問題ね。であとはまああのそうですねあの2級試験がでも結構2級は難しいんですよあの結構というか相当ね。えー、2級試験というのはあのオール記述,記述なんでレベル的に言うとその3級通られた方で合格した方で相当実力がある方 あったり社労士試験合格されてる方とかまあ社労士試験が結構あの難度の高い試験だから社労士試験、えー、合格レベルにたどり着いていて、えー、もうあと一息みたいなところでね、えー、3級も三級試験は合格してるしもっともっと年金の力つけたいしってなった時に2級っていうのも こう視野に入るかなっていう気はするんだけど、レベル的にはまャロシ試験合格者、えー、それに近いレベルの方ということになりますので、オール記述なんで相当こう、えー、レベルは高いんですよね。で、3級の試験になると、その基本ま5択で選んでいく試験ですから。間口が非常に広くて。 社労士の受験生の方なんかに対しては3級試験すごくいいよっていうのは勧めてたりするんですね。四4級っていうのはまあレベル的にものすごく基本的なレベルだから、えー、特段まあ講座の設定はしていない,い,いんですね。一、え、応、ー、そういういところですでその3級試験がまあ午前中で2級試験が後からの試験ですのでまあその2級試験が難度が結構高いから。 保険かけるような意味合いでまあ,あの結果をねこう求めるというかまだ2級も3級も両方とも経験してなくてで2級取りたいんだけど2級がまあ仮にダメで,で何も結果が残らないの嫌だなっていうのはこうそういう本音,本音もちょっとあるんで。 えそれでまあ一応まあ講座の設定としてまあ3級対策2級対策それぞれあって全くまあゼロベースだとえ両方講座見ていただかないと感じがわからないっていうところはあるかもしれないんだけどある程度こう素養がある方はこう2級の対応しながら3級は自力で頑張るみたいなとこはまあ両方受ける前提だとねありなのかなと。 思いますけどね、というのはその2級の講義も3級の講義もそのインプットの要素は共通する要素が結構あったりするんで重複しちゃうんで両方受けていただいた時にネタかぶってるやんみたいな感じにねこうなっちゃうことはちょっとどうしてもあるんでそのままご理解はちょっとしていただきたいなという部分ではあるんですね。両方 全く真っさらの方でもうこの際両方頑張るで両方受講する場合はね何らかの素養がある人は2級講座中心に考えてもらって3級はある程度自力で頑張るっていうやり方はありなのかなって個人的には思ったりするんだけどねまああの2級か3級か自分の実力に合わせてどちらか選ばれるケースが一般的には多いんだけど。 あの一定数両方受けられる方両方受験される方もちらほらいらっしゃるのかなっていう気はしてるんでね、まあ、その辺のちょっと具合はご理解してもらいたいなだその一般的には2級と3級とどっちが向いてるのかなみたいな感じになりやすいんで、まあ、今回のガイダンスをこうざっと聞いていただいて どううしようかなどっちにしようかなとか思われてる方は参考材料にしてほしいなというふうにはね思っておりますと。であそうそうあのリーフのタイトルがね「昭和から令和への変換にも対応」ってあそ,うそうなんですよね。だからあの令和になったじゃないですか。昔だと昭和生まれの方の方問題が出て で平成の、えー、今が平成でそこの間を行ったり来たり期間数えたりですけどこれにもう一発あの令和になったもんだから年号を3つ意識しないといけないんですよね。だからそれの,あのテクニック的なところはまあ講座を受けていただければも問題ときもってそういうところはお伝えできるかなというふうには思ってるんですけどね。 あの対応も何もそういう問題なんであの解説講義しいろんな解説入れたりしていくとあの絶対こう今は令和やからこうなるああなるみたいな話に絶対なるからね、うん、まあその辺は普通に講義を受けていただければ全て解消されることなんでまあ取り立てて心配していただくことでもないとは思ってるんだけどね一応そういうとこです。 であのちょっと画面上リーフを写しながら、えー、こういろんな話を今回ねしていきたいですけど、えー、3, 級3級の試験の概要ねリーフの2ページにでかでかと出てますのでちょっと写しております。まあ、2級も3級も3月1日の試験で,で3級試験は、えー、午前中10時から12時半ということになってますと。 で出題の形式,出題形式3級試験は5択で選んでいただくタイプの問題でね正しいものを選べとか誤っているものを選べとかそういうまあタイプの問題で,で30問と20問の問題に分かれてまして出題形式って書いてるこの30問というのは基本の問題なんですよ。 比較的平易な問題ですで、えー、あとのねこう二十問が事例問題なんですよね。事例問題は結構手を焼くんですよでどんな雰囲気かっていうのをちょっとお伝えしましょうかね。あの産業試験ってねあの毎年今回3月の検定の案内なんですけど10月と3月と、ね、2回の検定なんですよ。 で2級は毎年3月しか試験がないんですけど3級は10月と3月と年2回体制なんですよね。で10月の検定向けの講座とかもやってましたんで10月検定の時に使った予想問題のね解説講義で使ってたものをちょっと持ってきてるんで。 本試験もまあ大体同じような雰囲気ですのでこんな感じですよっていうのをちょっと画面上出します印象を見ると良くないかもしれないけどねあの嘘は言いませんので、えー、こんな問題、雰囲気ですっていうのを見てもらうと思ってねこれは僕のオリジナルの問題なんだけど本番もなんかこういう雰囲気なんですよだご主人、奥さん、年金の歴が挙げられていてで 期間を数えたり、歴の中からいろいろ考えていかなきゃいけないんですよ。で、事例があって、それに対して。ええー、ごたで。聞いてくる。ですよね。えー、どう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 ですって言い方が変なんですけど。事例問題、結構大変なんですよ。でも、あの。事例問題を攻略しないと。力付かないんで。 えまあ講座自体はもう事例のところに本当に全てを書けるようなえ講座になるんだけどねえ一応そう,いうそういうとこですよね。だから3級だとこう事例があってでもまあ一応これ2級試験だと事例があってあと全部あのか期間数えたり計算したりを全部 あの自力で書かないといけないいいとけ証文がその後ずらずらと出てきて計算過程から何から何まで全部自分であの書いて答えまで持っていかなきゃいけないとだそれがあの結構やっぱりしんどいんですよ。3級だとまあ事例があってもまあ基本的に正誤の判断で要するに消去法で消していけば正解にたどり着けるからそこはある意味気楽というか。 あのなんとかなっちゃう部分なんですけどだって二級試験で出だしで、ね、合算対象期間とか納臼期間とか数えろ言われてねで期間数えろって証文の1個目で聞かれてあの一月来るって期間数えたらその期間使って次の証文で年金額計算しろとか言うわけですからえらいことになりますよねこうド,ドミノ式に間違っていくっていうね。 恐ろしさがありまして、えー、2級試験の厄介なところはそういうところかなとは思いますだ,だから先ほど言いましたけど相当な実力者の方が受けられるんですよあの向いている方的に言うとね3級は事例問題があってそこは見るとこう皆さんがひょ,ひょっとするとこうドン引きするようなねもうなんかうわーって言われた方いるかどうかわからないけど こんなん嫌やとかね、思ったかもしれないけども、でも一応選ぶんで、誤っているものとか正しいものをね。だからまあ、消去で消していけばなんとかなるんで、なんとかなるんですよ。本当のとこね。だから広くいろんな方に向くのが三級かなと思います。出題形式からしてね、一応そういうところです。 で三十問の基本の問題あそこに書いてますね三十問の基本の問題があって、えー、事例形式で二十問で全部で五十問あってで全体まあ五十問あるうちの六割ですからまああの五十分の三十正解すればいいんだけどね。あのー、基本の問題歯食いしばって、えー、まああのー 主催者が出してる過去問が入った問題っていうのも講座で使用教材に指定しててでその過去の問題入った問題解説集っていうのを「把握石しば」ってやれば例年同じような問題が出ますから基本の問題の30問もう必死に覚えるぐらいやってもらったら基本の問題ものすごく得点できるんで6割に非常に届きやすくなると。 事例の問題で外しまくってもでも僕はそれはあんまり好きじゃなくてあのまあ講座を受けて頂くんだったらね事例の問題正解しまくっていい点数取ってほしいなっていうのは僕の思いでねあのそのためのまあ3級の講座かなとは思ってるんですけどね個人的には一応そういうところです。 まあ、あの事例問題がすごく厄介で、えー、そこの対応はあの講座をやっってていただく価値ななのかなとは思ってるんですよだ単純に、えー、50問ある中の6割取ることだけ目的にされるんだったらぶっちゃけあの講座受けずに、えー、過去問集本屋行って買ってきて、えー、必死に繰り返せば歯を食いしばれば何とかなるけどあの歯を食いしばって ひひいながら勉強するだけいいうのはしんどいもんねだから事例の問題の対応とかができていろんな理屈が分かってあ,あ年金面白いなって思っていただきたい思っててねで講座を僕長年年跡の講座僕自身やってるんですけど本来年金ってお金の話でいろんな人生があっていろんな職歴人生があってそれが年金額になっていくわけじゃない,ないですか。 本来こう暗記物の無味乾燥な勉強ではなくてものすごくこう人間臭い匂いがするというか人間の匂いがきついきついというか何て言うかなんですけど人間臭いこうどなたも関心持てる非常に楽しい勉強だと僕は思ってるんですね。おお金金のの話話ですからねお金の話は 興味深いわけですよ。その方のいろんな人生があって、それがお金に結びつくわけだからね。だからそのどなたもが関心持てるテーマの勉強かなと思ってて、絶対暗記の勉強じゃないからね。その辺は年金をやってて面白いなっていうところを体感していただくための講座かなと思ってるんで、えー、まあなんか面白いな楽しいな気ぃついたら六割ぐらいへでもないみたいな。 感じになってくれるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。一応そういうところです。まあ事例問題に非常に特色はあるというふうには思っといてほしいですよね。で、百五十分の試験であるということです。であとはあのこのガイダンスを通じて皆さんがこのガイダンスの部位をいつ見ていただいているかによるんですけども、あの申し込み受付期間ということで。 えー、2020年の1月の7日から願書の受付が始まりましてで1月の21日が最終日になりますのでお申し込みこう忘れないよ忘れちゃいけませんからね願書の申し込みなんかあの日にち勘違いしてて出せませんでしたっていうのはたまにあるんでねまあ注意してください。 で、あの銀行業務検定協会のホームページ、あのホームページのアドレスは書いてますけど、あの銀行業務検定でこう検索してもらったら、検索サイトで検索してもらったら、あのすぐ出てくると思います。で、その中からいろんなあの銀行さんの協会がやっている検定試験の一覧みたいなものが出てきて、で、年金アドバイザーの。 3級とか2級とか申し込めるようになってますので、このタイミングだとね、だからあのネットでお申し込み試験の受験の申し込みはしていただくのが簡単かなと思います。その主催者が出しているあの問題解説集っていう、まあ講座を受けていただくとあの教材の中に入ってるんだけど、主催者が出している あ,の書籍であったりあと今申し上げたその銀行業務検定協会のホームページであったりで紙ベースの願書もあの取れるんですけどもまあそれ紙ベースのやつ取ってきて本か Web ページで願書を取ってきてウェブページのやつはあのダウンロードして印刷できると思うんですよね。印刷ししててて紙ベースで出してきて 記入して紙ベースでアナログに申し込んでいただくことも当然できるんですけどその場合だとどうしてもやっぱり時間かかるんであの1月23 1日元書の締め切りここ筆着なんですね2時30分って書いてるのはネットで申し込みされる場合はあのギリギリまでねこうクレジットカードで支払うような感じでねやる感じだと思うんですけど。 えーまあ、ギリギリまでネットだと間に合うんですけどねあのこのギリギリの段階で申し込んでるのって結構危ないからねあのあネットがつながらないとかな,なってねうわあとかな,なったらね怖いですからね本当におホラーですからまああのまあ講座は 申し込まれるかどうかはねちょ,ちょっといろいろご検討されてる部分あると思うんだけどあの受験されることはもう決めてるっていう感じだったら絶対あのこう間違わんようにねお申し込み送れないように早めにやってくださいということ、まあ、ネットから申し込むのが一番簡単にできますよというところでもあるということです。ここのの申し込みのあの期間は2級試験も一緒なんでね、えー、そういういいいに思っといてくださいと あとはまあ,あ,のち,ょあのちょっとくどくなったりなんですけど、えー、どういう方向いてるのかっていうことで,で2級試験は結構難度が高いから、えーまあ、結構実力のある方向けになっちゃうんだけど3級試験に関しては全くまっさら年金の勉強初めてっていう方についても十分 あの、分かっていただけるように講義いたしますので、どなたにも向いてるのが3級で、その中で特に特に特にこうえ3、ー、級試験向いてる方ね。特に特に特に,特にこういい言い過ぎ言い過ぎかもしれないんだけど、それぐらい思い入れがあるんだけど、あの社労士の受験生の方ね。社労士の受験生の方は絶対やってほしいですよ。本当に絶対絶対絶対って感じなんですけど、というのは？ あのシャロシーの試験受験されてる方よくわかると思うんですけど最近のシャロシー試験って事例系の問題すごく多いんですよで事,例事例系の問題が出てなすすべもなくもう固まってしまう方もいると思うんだけど、えー、年金アドバイザーの対応で事例いっぱい当たってるとおそらくシャロシー試験の事例問題にそこまでアレルギー感じないと思います。 あの進んで頑張ろうかって思思えるぐらいいだと思います一応やったろうかって絶対思えるぐらいになるんでなんか苦手感がすごく出ちゃうんですよね事例系の問題って。で社労士の勉強って、えー、条文からアプローチすることはすごく多いんですけどでも実際試験の問題は事例的なものが結構出ますから、えー、事例問題に対してのアプローチをネア、えード3級の勉強で えやってもらえるとねすごくやっぱりいい、ね、結局その計算事例を結構やるとこう事例があってこういうふうになってああいうふうになってっていうのがイメージとして頭の中入りますからあのややこしい条文であったり難度の高い解釈だったり勉強していってもシャロシの勉強でねやっていっても要は 計算で言うたらこんな感じのことなんやろっていうのが分かって勉強するとむちゃむちゃ頭入りやすいですからね、まあ、プラスになななることとしかないかい思ってますですが結構シャロシやる人はシャロシの勉強自体が結構やっぱり負担が大きいというかあのボリュームも結構大きいしなかなかね時間取られますし日々まあ大変な部分ってあると思うんです。 でその中で、えー、年金アドバイザーって言われてももう気持ち的についていかないとかそういうあの状況じゃないとか気分じゃないとか何か言われちゃうんだけど社労士試験でね年金科目の比重が社労士試験って択一式試験が70問あるんだけどそのうちの20問が国民年金厚生年金年金のパートなんですよ70分の20が。 でしかもも事例問題すすごく多いんで,すでそうなるとどっかで事例的な勉強しないといけないし年金を得意になっていただくためにコンパクトに集中して年金の勉強ができる機会が年金アドバイザーの勉強なんでやっていただく価値むちゃむちゃあると思うんですね。でどっちみち年金の手こ入れしないといけないわけだからそれを年金アドバイザーの勉強やって社労士の受験勉強にそのまま直結しますから。 どっち,みち時間かけない空きませんのでね、えー、だったら年金アドバイザーやってみようよと思うんだけどねで僕はこう言うんだけどね結構あの尻込みしちゃうっていうか勘弁してくださいみたいな感じでね別に何か僕追い込んでるわけじゃなくてこれ絶対いいんやけどなっていう感じで言っててね実際まあ受けていただいた方とかで年金得意になってもらって。 でそれがね一つの起爆剤というかきっかけになって社老子でうまくいってね社老子合格されるっていう方もいらっしゃるんでまあちょっと皆さんあ怖がらずにやりましょうよというね、えー、とこですほ本当にあの心の底からお勧めし,してますということです。またその社老子ののの問問題題に比べると、ね、事例問題以外の 部分っていうのはシャロジー試験よりうんと優しいんで、真面目にやると結構いい点数取れるんですね。で、いい結果出たらこうモチベーションすごく上がる上がりますよ。本当にね。だそういう面でもやってほしいなと思います。まあ成功体験つけてほしいって思いすごくあるからね。延長するところです。であとですねあの講座の内容なんですけどこちら。 リーフのね5ページにまあ全く初めて勉強する方でも基本的なところをしっかりやっていただいてスムーズに講座に入っていただくためにと思って年金の仕組み講座っていうのも設定してます。 ウェブでね受講していただく形にはなるんですけどで全くゼロベースで不安な気持ちがある人も仕組み講座で安心ですでその後6回の合格講座これでインプットしていきますでこのインプット講義のやり方なんですけど僕自身のまあ講義のやり方はそうなんですけどあのオリジナルの 講義テキスト僕はあの作ったオリジナルの講義テキストを使ってインプットしていく。でインプットをある程度こうした段階である程度回数進んでいったタイミングになると思うんだけど、えー、老齢年金のある程度のところまでしゃべるとじゃあ,あの対応する事例問題やってみましょうみたいな形で、えー、直近の、えー、事例問題をえー 主催者が出してる問題解説集っていうそれを使用教材にしてますので、まあ、講座申し込んでもらったらあの主催者が発行してるあの本屋さん行くと置いてあるような本なんですけど主催者が出してるその問題集ねそれは教材一識の中に入ってるんで本屋さん行ってねなんかついつい本屋さんあると。 あ、これさっき勉強しとこうとか思って買っちゃう人とかがいてで、本屋さん行って買って口座申し込んだら同じのが送られてきて。ああやってもうたみたいなことになるから、それちょっと注意してといてくださいね。あのえ、レックの教材意識の中に含んでますのでで、オリジナルの僕が作った教材でインプットしてである程度あの進んだ。タイミングで直近の事例問題。 を主催者の出している問題集で拾っていくと、問題集のこう問題の全部をやるわけじゃないんですけど、事例問題特にあの直近のやつ狙い撃ちであのやり方をお伝えします。で、事例問題の解き方をそれでえやりますので、で、事例ができるようになると自然にあの基本の問題も解けるようになると、相乗効果を狙っていると、一応そういうところね。で、オリジナルのその、え。ー こうインプットの基本書は僕は作ってるんですけど。どんな感じかちょっと画面上に一部ページ切り取って、10月の検定の時の。テキストを取ってて、結構図入り、図をいっぱい入れた。形式のテキストには知ってるんですね。目に訴える講義をしたいんで、こういう感じの。こういうので、インプットをしていくと。なんか絵ばっかりですよね。図がや、やったらと多い。 これで講義していくで直近の事例問題使って事例の対応を随時入れていくと。で事例問題やるときにはこれも重月検定向けの予想問題の講義の時に使っているものなんですけどあの事例の問題解説する時にこういうその図で図解したものを資料としてつけるんで。 で画面いっぱいに図を写して書き込みを入れながら解き方を説明していく極めてこう視覚的な目に訴える講義になる2級の講座も基本的にそういう感じなんですけどねあの目に訴える講義をさせてもらいますと一応そんな感じです。でこれでインプット6回やってで最後2回が問題の解説会になると。 で本試験が基本の問題30問で事例問題20問で計50問なんですけどそれをあの2回に割り振ってねだから基本の問題15問事例問題10問の25問でワンセットで、まあ、それを2回あのその予想問題の解説をします。 で講義はもう解説部分のみになりますので、えー、あのウェブで受講する方はすごく圧倒的に多いあの講座になるんですけどあの自宅とかで問題解いおいてもらって、えー、解説講義解説講義はもう1時間半つけますので1時間半の解説講義にそれぞれ臨んでいただきたいとそれで仕上げてもらって、えー、試験場に行っていただくとこういうまあ流れですね。非常に無理なく 全くあの初めての方でも、まあ、合格というかもう合格することは僕は当たり前だと思ってて、えー、合格するというよりもその「あ年金面白いな楽しいなあ勉強やってて結構苦にならんぞ結構できるやん」ってなってもらって、えー、6割、えーそ「そんなん何の心配もないわ」あ「あむっちゃ取れたやん」あ「結構年金自分に向いてたわ」みたいな感じにな,なってもらおう思ってね あの講座やってますので、ねえまあでも合格するっていうのはまず第一義的な目標だとは思うんですけど、まあ何の心配もなく入ってきていただければと思ってます。あの、初めての方でもねそのように思ってます。まあ,あの銀行さんで、その銀行さんとか金融機関に勤めてて検定に合格することが必須で求められてる方も受けていただくことはありますし。全く。 あのなんとなく関心持って社老師とか全然意識してないけどとりあえず年金の勉強してみようっていう人でやってみたら面白いからじゃあ一層社老師頑張ろうかってなる人もいるんで,で社老師受けてる方は一番向いてると思いますので年金得意になっていただくために年金の苦手意識取っ払うために得意になってもらうために。 受けていただくと、そういうことも結構ありますね。そういう講座であるということです。で、三級中心にお話をしましたけど、リーフの続きで二級の情報もちょっと入れてまして、ある程度三級を喋る過程で二級のこともお伝えしているとは思うんですけど、まあ三月一日の試験で午後の試験になると、だからまあ午前午後でどっちの試験しようかなっていう。 感じでどどちらかのの選択を考えていいる方が多いのは事実なんだけどね、まあ、時間的には両方受けれるんだけどね結構あの体大変ちゃうかなって個人的に思っちゃったりするんだけど。で、えー、願書の締め切りは、えーね、先ほどと同じくで、まあ、1月の7日から受付始まって21日までですのでね1月の。 これ注意してくださいねでとにかく2級がしんどいというのは、えー、記述式で10問出ますで各10点で、まあえー、100点になるんだけども、えー、10個事例問題で、えー、計算過程から何から何まで全部格試験になります。で時間が3時間結構長いんですよ。 で3時間でいずれ180分で10問問題解くから1問あたり18分で解くんですけども結構カツカツになりますからね。でこう10問全部が時間かかる問題でもないんで10個あるうちのいくつかは空掌補充だったりでそこまでこう時間食うやつばっかりでもないと。 だからその時間かからないだろうなっていう問題がまあ数は少ないんだけどあるんで最初問題配られた時にざっと見て時間かからないやつをもう猛スピードでやってしまって時間ある程度余らしてでそれで時間投入していくような感じのようなるアベレージ18分っていうのも結構きついんで早くできる問題さっさと終わらして。 平均18分というのをもうちょっと時間を増やしてねやっていく。であの正直各試験なんでその合格ライン6割6割なんだけど部分点もで例年こうよく聞かれるテーマで共通する問題で予測できる問題もあるんで予測できるところで点数ある程度稼いで。 ああ難しいなっていう問題は部分点でも何でも書ければねいいと思います。で、要は180分の試験時間の中で6割の答案に届いた段階で勝利なんで、あの場合によってはもう時間切れで何度が高いやつとかで書けなくても最悪しゃあないかなと思います。6割届けはそこその時点で OK なんで、まあ取れる問題取れない問題の選別が大事かなとは思いますね。 もう時間との戦いでどうやったら通るんですかとか全然合わないですとか言われちゃうんだけど格なんでもう書書書いいいてってててっ感じですねあのもう手痛くなるぐらい書練習しないとこう頭で分かってても結構あの素早く書けないもんなんでえまあ,問題あの講座ではその問題の解き方を中心にやりますので。 ある程度それでこう解き方なんていうのは一とり言うとつかめるんでつかんでいただいたら主催者が出している問題集使用教材でも使うんでそれ使って何回もその書いただくと使えてるうちにこう正確性が増してくると思いますね一応そういうところです。だからその3級と2級の違いがどこにあるのかっていうと。 3級だと事例問題あるんだけどあの卓一でこう正語を選ぶ形になるから消去法で消せる分楽なんですよ3級はね2級はそうはいかないからこう出だしで間違うとドミノ式にその後の問題間違っていく可能性がある作りなんでそこの怖さ怖さがちょっとあるんですね。ですから今言ったような特性がありますので。 時間が結構時間との戦いで格作業がすごく必要な試験になりますのでまあ社労士合格者、えー、もしくはそれ同等で3級合格で相当力がある方向けかなと思いますねどなたに向いてるかっていうと。であとその3級も受かってる方とかだともうあと2級しかないみたいな形なんで。 斜老シ,ャローシー目指してる方で3級通っててあと2級しかないどないしようみたいな感じでご相談来られることあるんだけどあのちょっと無理はしないでくださいと僕は言うんですね。というのはあのオール技術なんで卓一で選ぶタイプの試験である斜老シ,ャローシー試験となんか使う筋肉が違うような気はするんです、ね、使うう筋肉が、まあ、スポーツで言うたらね。 だからその学習する時間が六六取れなくて、仕事で結構忙しくて、もうお釈迦の勉強するので宿泊でえみたいなこう置かれてる状況やちょっと厳しい状況の方は無理はしない方がいいと思います。でただそのモチベーションがすごく上がるというのは事実なんで、あのある程度学習時間こうねこうに まあ3月の試験ですから1月とか2月とか集中して勉強できる環境があってで難度が高いでオール記述でシャロシ試験とは使う筋肉も違うもう100も分かってるとでも高みを目指したいと年金こう極限まで得意にしたいまあそれは全部書くわけだから相当通る人って力あるわけですよね。 でもうシャロシの試験とはちょっとその方向性的にずれるところがあってもそれでも頑張りたい、えー、こう年金むちゃくちゃ得意になりたい頑張りたいで受かるとすごくこうね強い相手,相手を倒すってことだからモチベーーション,をグーンとアップすするのは事実ですよだからそのモチベーションアップのために こうしまあ、刺激を求めるって言い方が適切かどうかってところはあるんだけど、まあ、刺激的な試験とは言えますのでね、えー、受かるかどうかって言われると相当やらないと受からない3級はそれなりにやると受かること自体はそんなに心配いらないんだけどね2級はまあ刺激的デンチャラスな部分はあるんだけどまあそれでもこう。 得れる喜びというかモチベーションアップという面ではやっぱりそこはやっぱり高いものがあるかなと思うんであそういう意識でされるのは大いにいいことかなとは思いますね。まあ、無理はしないいでくださいなんですけどねそこはもう皆さんの決断考え方なの問題なのかなと思うんであのそれでこう相当なモチベーションを上げる目的で 勉強される方もいるのは例年事実なんで、まあそこの皆さんの気持ちに問いかけてほしいなというところですね。正直なところね、一応そういうところです、ね。あ、シャロシェやる人はね、無理はしない方がいいんだけど、あのどうしてもやってみたいっていう気持ちはあ、すごくわかるんで、そこのお気持ち、物理的な勉強をかけられる時間次第なのかなというふうに思っております。一応そういうところね。であと、えー、講座の方なんですけど、こちら。 リーフのね7ページに、まあ、シンプルな講座の設計にはしてまして、えー、合格講座2時間半の1コマの講義6回でインプットするで内容はもうある程度インプットしたらあの主催者が出している問題集で直近の事例問題を解いて解き方を皆さんにお伝えしていくと。で一通り6回終わった後にいい 問題の解説講義をつけます。で、これがあのどんな形式かって言うと、四、えー、回あ、勿論三回ね、えー、セッティングしてまして、一、えー、回の答案練習につき問題四問、四問です。四事例というかね。で、四問、えー、かける三回ということね。で、一回の答連で四四問なんですけど。 時間設設定定とししてては一応60分という設定にしてますご自宅とかで時間測って解いてもらってねで4問60分というのは1問あたり15分ですから相当きついんですよただこれは本当無理やり相当きつめにしててこんなに時間ないのかっていうのを体感してほしいでこんなに時間ないのかっていうのを体感できると、えー、もっとこう作業効率上げなあかんとか。 ももっとと書かかななきゃいけないいいけろろ感じてもらえると思います。で、相当まあ本試験の1問あたりアベレージ18分っていうの結構きついんだけどそれよりきついぐらいの設定でやってるとあの本番で試験を受けたときにいいまあスピード感的には体感的にはああの 18, 18分あったら何とかなるでって思えるかもしれないそういう効果を狙ってるからあの時間カツカツでうわ間に合わへん。 こんなん無理やりやと解かれへんっていうトレーニングなんですよね。だからそれはもうそういう無理無理やりな設定をすることで、えー、慣れていただきたいっていう思いで設定してるっていうことね。で講義自体はま80分の解説講義つけますのでね。まあ、問題時間か,かって解いておいてもらって、えー、解説講義に臨んでいただきたいとでそんな感じでね思っておりますと一応そういうところです。 あとまあ2級も3級もそうなんですけどあの電卓は筆形でね、まあ、手にちょっとなじむ普段使っている電卓があれば、えーね、あの持参いただきたいですね。で教材はもう基本的にあの、えー、インプット教材はオリジナルのテキストを2級も3級も作っていてであの事例問題解説する図解の資料をつけて。 で主催者が出しているその2級も3級もその問題解説集っていうテキストも教材の中に一式入ってますのでねくれぐれも本屋さん行ってあの主催者が出している書籍,書籍ね問題解説集教材の中含まれてるやつ買っちゃうとね「えー、ああ送られてきた」みたいな感じでね「お金が」って話にな,なっちゃうからそこはご注意いただきたいなと。 であとはもうが願書の締め切り間、まあ、違うと悲惨なことになるから、えー、まあ講座申し込んでいただくかどうかちょっといろいろご検討していただくこと皆さんご検討されると思うんで、えー、よくご検討頂い,いてということなんですけどあの講座申し込んだのに試験を受けれないって一番悲惨なことになりますからね、えー、それはちょっとご注意くださいよということです。で2級はもう1年に1回しか 内試験やからね3月の検定1本ですので、えー、そこしかないみたいなか感じですしねで3級は社労士受ける人はやってほしいなっていうのはね本当本音ですね、えー、そういうところです。ざっとまあ,あの講座の内容いろいろ言いましたけどあともう一個もう一点あの最後に言っときますけどリーフのね裏面に出てるんですけど。 あのウェブで受けていただく方はすごくあの例年多いのかなって個人的には思ってるんですけどあの東京は水道橋で関西地区はね梅田駅前で生講義の設定もしてますのでえまあ東京大阪近隣の方ね通える方で生講義希望される方は生講義の日程来ていただければご受講していただけますということです。 12月のスケジュールで3級の講座がそれぞれセッティングされてまして僕は梅田の生講義とかね担当しますけどねであと2級もね1月から年明けで生講義の設定もしてますのでまたねあの講座の方よろしくっていうことです。はまあ僕ととと女性の松岡先生ね担当するという 感じなんですけどね、またよろしくというね、えー、ところでございますと、まあ、東京の方は早川先生担当していただいてて、まあ、ウェブで僕の講義、早川先生の講義両方あの、えー、配信日が来たらね、えー、見ていただけると、一応そういう感じでもあるということです。この辺はまリーフにそのあたりの情報も出てますので、生講義すごく希望される人もいるんでね、あのスケジュール合えば。 生講義もご活用していただければというねところでございますと一応そういうところです。えー、それではまあざっと全体的にこういう形でお話しできましたんでまあ今回のえガイダンス講義はねこれで終了いたします。またあの講座でね、えー、皆さんとお会いできることをね楽しみにしておりますと、えー、それではえ今回のガイダンス 講義はこれで終了いたします。皆さんどうも、えー、ありがとうございました。